今のとこ関係なさそうですよね。樹上の家。お、ムービーや。地球儀で遊んでるぜ。おい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 、ショットガンかよ。待って、カーチャック、聞いてくれ。誤解しないでくれよ。俺はただ、そう、あのゴリラの足元に蛇がいたんだ。むしろ、あいつも助けてやったんだよ。ああ落ちた。くっそ、落とし穴にはめられた。上がれない上がれない上がれない。ねえ、悪い大人もおるね。まあ僕が悪い大人かどうかはよくわかんないですけど、まあターザンの信用を失うことをしてしまったんですね、あいつは。あぶねえ、また引っかかっちゃった。あぶねえ、確実に俺また引っかかっちゃったぜ。あれ、あ、階段がある。上がれない上がれない。ここでのイベントは終わったってことですかね。じゃあ下へ降りますか。こっちに飛び降りてみよう。どこだ。あー、ここか。なんかこれ上の方行けるところが、そうそう、あって、最上層。おっ、なんかすごそうなとこ来た。最上層、あれでも特に何もない。あ、どっか行った。どこ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 、ちょっと待って。あ、戻ってきただけね。大穴、最上層、大樹。あ、ここが体重。あ、なるほど。あ、ここに通じてきてるってことか。どうせ降りるなら、あのジェットコースターみたいなやつやろうや。これ地味にむずいんですよね。もうちょっとアングルが痛い。上からのアングルだったら見やすいんですけど、で今戻ってきたぜ。降りるのはやっぱ早いね。誤解だよ、ミス・ジェーン。ゴリラを狙ったわけじゃなくて。いいね、あなたは二度とゴリラたちに近づかないで。そんな、たかがゴリラ一頭に大げさな。
この俺があんなガキと小娘に、ゴリラともめ、必ず捕まえてやるぞ。一刀残らずだ。何としても居場所を突き止めて。ゴリラ捕まえて何すんの？毛皮も使えそうにないしね。何のためにゴリラを捕まえるんやろうね。ハートレス？あ、これハートレスなんや。ぱっと見わからんかったし。なんか拾ったけどわからんかった。お、プロテスグミ。お金拾いたいよ。力のかけらか。なんかこういうのもそのストーリー後半の方でなんかガンガン使っていけたらなとは思うんですけど、今のところ使い道がよくわからないですね。竹やぶかな。うわー、ハートレスだ。ターザンがすげえなんか MP を消費しよる気がする。思いのほかダメージ食らえる。手ファイアグミ。あ、全回復した。すげえ、あのゴリラすげえ。ここにもおるんか。なんかカチンってなったら相打ちかな。相殺するとなんか軽減値かなんかが入ってるみたいなんですけど、痛えなぁ。エアロガグミ、エアロガなんですね。エアロ、あれ、なんかこんなギミックありましたっけ。エアロガグミ、え、こんなギミックあったっけ。なんか今初めて気づいたんですけど、こんな壁張り付きのこんなギミックがあったと。暴れない。これはゴリラたちを救出していけばいいんですかね。よし。こいつらマップ変えたらすぐ湧き上がる。なんてやつらや。しかも一発が重いぞ。なんかやばいやばい。あぶねえ。お、ソニックってそんな感じで使う。突進を、お、ザコ、来た、ザコ。猿が全員猿が。
人口はそんなでもないけど。なんかめっちゃ速い。何こいつ。あ、なんかすげえな出てきたぞ。あ、すげえ。これお金かな。あれどっかに一匹おったような気がするんですけど、気のせいかな。ドローを覚えた。ドローといえばエイトじゃないですか。カチンカチンなんて鬱陶しいな。ドローといえばエイトですよ。エイトの醍醐味ですよ。ドローは。ドローできんかったら何もできんすからね、あのゲーム。まあ別にドローなくても、ドローがドローで魔法を稼ぐ、なんていうんですかね、魔法を奪っていくっていうゲームなんですよね、あれ。いて、なんか飛んできた。痛いにゃで、そのドローなんですけど、エイトはボスが召喚獣を持ってるんですよ。リバイアさんとか、シバどうやったかな。シバとケッツァコラトルは確か大丈夫なはずなんですけど、ラムーンはいないんですよね、あのゲームね。電気は、そっか、電気がケツァコラトルで、リフリートもシナリオで手に入るので大丈夫なんですよね。でもそれ以外のトンベリとか、それじゃないな、トンベリとか、オーディンも倒せば手に入るんですよね。その他の、まあ、アレクサンダーとか、確かリバイアさんがね、ノーグだったと思うんですよ。リバイアさん、ノーグって言って、ガルバイアじゃなくて、どこやったっけ、バラムか。主人公のいるバラムガーデンの、経営者なんですよね、確か。校長先生はシド先生なんですけど、経営者がノーグっていう、なんかなんとか族なんですよ。フグみたいな体してるんですけど、なんか種族があって、まあそこなんとか族、趣味族か、そうそう、趣味族っていうちょっと変わった趣味をお持ちの種族があって、なんか趣味族の一族で人間じゃないんですよね、経営者が。まあ、確かそいつから奪うっていう、ドローして召喚獣を奪うっていう、 ゲームではないですけど、まあそういうシステムなんですよね、 FF8 って。あ、これか、なるほどな。これで、多分タートレスが近づいたらお花ちゃんがダメになってしまうので、時間との勝負的なやつかな。エアロガグミ、よし。家これで全部かな。でも行けるところこれで全部ですしね。そうですね、ここにもいますね。スライディング強いなこいつ。ちょっと待った、
むずいわこのゲーム。これまだ赤いってことは多分この落とし穴に落ちたやつがいるんじゃないですかね。やっぱりよし倒した。シェル組よっしゃ。これでいけるとこ全部お上がれた。すげえ上がれた。上がれるなんて思ってなかったんで驚きです。なんか屋根の上に登れそうなんですけど、一体何があるんでしょうか。プロテラネックレス？装備かな？プロテラネックレス、防御力がアップします。グーフィーにつけておきましょうか。で、アイテムは交換じゃないな、取り出すで。ポーションつけて、すげえグーフィーのアイテム欄が6つになってるけどグーフィー使えないんですよね。自分の判断でアイテム使うのでなんかこう合わせにくいなっていうのがあるんですよ。すげえな、これがジャングルですか。こう、 うっすらと作り出された広大な世界ですよ。これで全部かな？イエヘイ。ん？どこよ？あ、ここか。どうしよう、こいつら無視しようかな。でもね、せっかく経験値くれるんやけんね、まあどの道レベルアップとか多分経験値稼ぎとかレベルアップずっとするとかってなると思うんですよね、どっかで。おライブラ、ライブラ覚えた、ライブラ覚えたぜ。ライブラアビリティじゃないだろ。あ、アビリティや。ターゲットの現在の HP が分かります。いらんかな？余ったらつけるみたいな感じで。僕本当にその守り系のアイテムとか、まあ、魔法とか MP を消費してまで補助系を使うのかっていうところに疑問を持つんですよね。で実際こうやってキーブレードを叩いてますけど、叩けば勝てるんだったら叩いたもん勝ちだろうっていう僕の中の考えもあって、で実際敵もあれですよね、あの回復のこの丸っこいやつも落とすので、回復には事困らないんじゃないかなとは思ってるんですけど、やっぱりボス戦とかになるとどうしても回復は欲しくなるので、でそこで何を使うかっていうとやっぱりアイテムなんですよね。なので補助の魔法は
あまり使わなくて、回復はもう本当にアイテム任せの方がうまいこといくような気がするんですよ。あんまりそっちの方で戦ってほしくない。マップが変わるから。くそ、バナナ落としていけんかやつ。マリオカートしもんじゃないんやけんさ。これ落としてるなんてマニーですよね。マニーをちょっと欲しい、回収したい。どのゲームにおいてもなんですけど、お金は本当に大事なので。よし、倒しきったかな。お、イベントが始まった。こっちに来いと。こいつと決着をつけるってか。おい、逃げやがった。早すぎて味方がついてくれてないんや。よし、逃げやがった。そんなに強くないっすね。でも多分ソニック使ったら結構楽にいけるんじゃない？ヤブから出たらこのタックル、アクスは MP がないか、タックル決めてくるんで、それをしっかり避けて、よし、避けて動きが止まったところを攻撃すれば勝てました。ホワイトファング、白い牙ですか。
緊迫感がないようなファンファファンファファンと始まられるとあんまり緊張感ないんですけど、一応一大事ですよね。ターザン攻撃力アップか。これ1レベルごとに攻撃力アップとか防御力アップとかってあるんで、もしかして1レベル上がったからって全能力が1ずつ上がるとかっていうゲームじゃないんですかね。もしかして1レベル上がった時にランダムでどれか1個の能力が1上がるみたいな、なんかそんな感じな気がしますね。あいつうめえな。あのライオンみたいな縦紙持ってたやつがすごいマニーを出すんでありがたいというか、金づるですよ金づる。ポーションも拾ったしいっか。戻ろう戻ろう。このサルちゃん強い、この青いサルちゃんが強い。できれば縦紙のサルちゃんがいいんやけど、このサルちゃん強いな。お、HP アップ。ロテスネックレス、そうか、アクセサリーも落とすんですよね。お金お金い。木の上か。カバの池じゃなくてカバの海じゃなくてカバの沼か、カバの沼かを抜けんといかんのか。うっそやー、落ちたぜ。このゲームジャンプに対する良心設計じゃないね。あー外した。ここが一番むずいかもしれん。よしよいしょ。本当にカバちゃんですよ、カバちゃん。ターザン。黒い大きな実が怪しい。この上のやつか。これもしや無限巻きか。これよね、黒い大きな実って。よし、篠の族を任せた。これはこれしか戦う。よっしゃ。
クレイトンさんがテントに来て、それから先はよく覚えてない。クレイトン、タク、逃げてきたみんな捕まった、ゴリラを助けなくちゃ。あれ、大穴から、大穴から家の方に行けんかったっけ。いっぱい。え、でもこっちじゃないよ、もしかして。あれ違うっぽい。迷うね。どこ行ったらいいか分からんのはちょっと困る。うわ、処理落ち。ターザンの頑張りにより処理落ちが。よし、ポーション。する。プレステ2が処理落ちするってなか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 ないぜ。よし、だいぶなんもなかった。遊ぼう遊ぼう。これ結構むずいっすよね。これ特にルートというかあんまり変化ないっすけど。痛い。あそこ絶対食らう。痛い。あ、なんか分かれ道があった。そうか、あれを、あそこジャンプかな。
ソニックブレイブですよね。クラウドに教えてもらったソニックブレイブをふんだんに使ってますが、 MP がすぐなくなるね。あのオレンジのやつを倒したい。お、なんかタックルされた。なんかいっぱいお金ばらまかれた気がする。この黄色と青のやつはお金なんですよね。こういうのもあのコメントから教えていただきました。お、ゴリラーズ。